んでロシア人って美人な人多いですか？日本人はよくロシア人って美人多いよね、やっぱ肌白い、目青いし、目でかいしとかよく言われるけど、そもそも日本人の基準の美しさとロシア人の基準の美しさはちゃうで。例えば日本人やったら顔ちっちゃくて、鼻高くて、身長高くて、絵二重、まあそういう基準で言えば白人になるけどな。ロシア人の基準の美しさは身長高くて、めっちゃ細くて、ちょっと日焼けすればいいとか、口はちょっとでかくしてつむいてる、美しい。日本ってこれは全然ちゃうやろ。私からしたらロシア人はほとんどの女性はまあ死ねやん。私と同じ年齢の人はだんだん太り始まってるから全然美しいと思ってない。最後にロシアに帰った時、自分で服買おうと思ったら、ロシアの XS は日本の M サイズみたいな感じやったから、結局自分で服買えなかったから。私の感覚で綺麗な人は細い人やから、まあ今の時代と結構してるけど、おいお前ら全員綺麗やしイケメンやで、もっと自信持てや、にゃはは。